はーい、おはようございます。沖縄、おばばでーす。はい、えーとですね、えー、今日もね、えクレが、あー、押し迫ってまいりました。はい、朝のず、朝、もう朝っていうか、もうそろそろお昼ですけどね、えー、雑談です。いろいろやってたら遅くなっちゃいました。はい、えーと、実はですね、今日ちょっとこれから、あのー、ね、お昼からちょっと用があって友達に会ってきます。はい、えー、なんか、 病気になってしまったみたいで、はい。えー、ご相談し、相談したいって言ってたので、えー、ちょっと行ってきます。はい。えっ、ー、とですね、それから、あのー、例のね、あのー、デルデルのね、えー、チッチのね、えー、お熱ですね。デルデルのチッチのお熱。なんかね、どんどんおかしなことになってるみたいです。はい。なんかね、えー、表向きは、 コロアンティーナということになってるみたいなんですけど、えー、状況をね、今の、西のね、西のアガンのね、状況をちょっとあのー、伝えて、えー、ロークロさが伝えています。はい。もう本当にね、情報も全部遮断されて、もう、 全部ね、なんか外に出ちゃいけないということになったみたいで、えー、なんか買い物もなんか今できなくなっているみたいです。はい。なんかすごく変な状況になってきました。はい。えー、これは、あ、なんかあの、ブーブーのね、ブーブーですね、ブーブーのカンカーンですね。あれん時もこういう状況でしたよね。本当にコロアンティーナなんでしょうかっていうことです。はい。おかしすぎます。はい。えー、もしかして政治的ななんかの意図があって、なんかそういう 政治的なその大体の方がね、行われてるのかもしれないとも言ってました。とにかく、えー、変な状況になってきております。はい、えー、なんでしょうね。本当にこう、気持ちが悪いです。はい。えー、その後の、なんていうのかな。後日談も入ってきていません。はい。 わかっていることは全部閉鎖されているということで、住民は外に出ちゃいけないということで、なんか、あ今、あれですね、あの、えー、ネットもね、遮断されているみたいで、えー、情報が全然入ってこないと言っております。とんでもないことです。はい。えー、どうなってしまうんでしょうかということです。っていうか、二の前にならなければいいなと思ってます。はい。えー、ブーブーカンカンのね。 え、それだけを願っております。はい。えー、まあね。えー、こんなくれに、全くって感じなんですけど。はい。なんか、ふ、なんて、不穏な要素が多すぎますね、最近。はい。えー、そういう感じですね。はい。えー、まあ、あ皆さんね、えー、お家にずっといるみたいなんですけど、買い物にも出ちゃダメってなんか相当ですよね。 なんかおかしなことが起きている感じです。はい。なんか病院ももう閉鎖されたようですね。え大変ですね、これは。はい。えというわけで、えー、私たちはね、ちょっと本当に経過を見てみいかないといけないと思います。まあ気をつけてね、えー、生きていきましょう。はい。えー、というわけで私はあこれからね、いろいろなあことをまたまたちょっとやって、それからちょっと友達と会ってきます。はい。えー、まあ、 ちょっとねえー、まあ深刻なあ病になってしまったみたいなんでえー、アドバイスって言ってもねなんかあのー、いいいいアドバイスがあげられるかどうか分かんないんですけどね、えー、とりあえずお食事っていう感じでお昼ちょっと一緒にしてね、えー、しながらちょっと食べたいとあのー。 いろいろ話したいと思いました。はい。えー、というわけで、えー、皆さんね、今日も一日いい楽しく過ごしましょうね。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。